タイロス1号タイロス1号の撮影したサイクロンタイロス1号はアメリカ航空宇宙局が打ち上げた人工衛星。世界初の気象衛星でもある。打ち上げは1960年4月1日、ケープカナベラル空軍基地より行われた。運用にはアメリカ国防総省も協力している。気象観測を目的とした人工衛星としては初めてのものであり。 可視光のビデオカメラが搭載されていた。104度の広角と12度の望遠カメラを搭載している。撮影画像は時期記録装置に記録され、地上に伝送された。衛星本体の形状は円筒形であり、底部にカメラを装備していた。重量は1 2 2ラム電力は太陽電池による供給である。軌道は 近地点 693km、遠地点 750km、周期99分、軌道傾斜角48.4度である。タイロス1号は78日間の運用により、22,952枚の映像を撮影し、バンガード2号により可能性が示されていた衛星軌道からの気象観測が実現できることを示した。タイロス1号は、 高度435.5マイルから468.28マイルの延期道上から気象のテレビジョン画像を取得する技術を試験する目的で設計された。運用は78日間だけだったが宇宙から大気の状態を観測することを実証し22,952枚の画像を地球へ送った。タイロス1号は全高19インチで直径42インチで2台の テレビカメラを搭載していて重量は270ポンドで2台の磁気テープ記録機によって通信できない領域で撮影した画像を保管する能力を備えていた。電力は搭載されたバッテリーに9200枚の太陽電池で充電して供給された。現在、ナビターとして知られるエルキートオプチカル社の光学機器がタイロス1号に搭載された。エルキートナビターは 8mmF1.5 の 超広角レンズで10秒倍にスロースキャンカメラで宇宙から空を撮影した。カメラとレンズの組み合わせの重量はわずか4.5ポンドだった。広角レンズによりカメラは高度750マイルの宇宙空間からでも鮮明な画像を得ることができた。タイロス1号と地上試験のために設計されたタイロス2号の試作機はスミソニアイ航空宇宙博物館のタイロスのモザイクの 前に吊り下げられている。試作機はエルキーとナビターレンズが衛星の底の部分から突出している。ありがとうございます。